思います。では今日のハイライトをお送りしましょう。オープン戦選手ごとにまとめてあります。まずは今日の先発山崎福也から参ります。今日のハイライトをお送りしましょう。1回の表先頭の藤原にカーボールを出します。山崎福也です。ワンアウト二塁で菅野がレフトへヒットを飛ばします。これで一三塁、迎えるバッター好調の山口。山口にはフォアボール、ワンアウト満塁となりました。中村翔吾です。6-4-3 のゲッツーコースですが、ゲッツー取れずにこの間に1点が入ったマリンズ、1対0。山崎の3回の投球です。3回表先頭バッター藤原、レフトフライ。山崎は2回から随分良くなっていました。続くバッター荻野、空振り三振、菅野見逃し三振と3回は三者凡退に抑えています。4回です。ツーアウト二塁で福良周平、3人の間に落ちるタイムリーヒット、2点目を失ってしまいました。4回82球、被安打4、三振4つ、フォアボール2つ、失点2という内容でした。今度は能見いきましょう。5回にマウンドに上がって5回、6回と好投を続けます。藤岡ファーストゴロ、藤原セカンドゴロ。5回の3つ目のアウトは荻野ショートゴロと、ゴロアウト3つでした。6回いきます。先頭菅野、空振り三振。山口、空振り三振。中村翔吾にはこのヒットを許します。そして次は安田、空振り三振と、このイニング3つ三振を取りました。2回35球、被安打1、3三振という内容でした。今度は阿部です。先頭の福田、7回の裏、周平空振り三振、佐藤空振り三振、続いて藤岡ショートフライに打ち取りました。1回14球、被安打0、三振2つ、無失点でした。さあ一方のマリンズ先発小島です。1回の裏ワンアウトランナーなし、オリックスの福田周平ショートゴロ、3番の太田これもショートゴロでした。いい立ち上がりでした。2回の裏先頭の吉田正尚、大きなフライ、ワンアウト。続いてアダム・ジョーンズ見逃し三振、今度は大谷ファーストゴロでした。アウトを積み重ねます。マリンズ先発の小島です。3回の裏今度はランナーなしから杉本にヒットを打たれます。続いて佐野光大、レフト線にツーベースヒット、2アウト2、3塁とオリックスチャンスを迎えたんですが、ここは小島踏ん張って福田周平をセカンドフライに打ち取りました。小島3回38球、被安打3、三振2つ、失点0でした。さあバッターいきましょう。佐野光大のバッティングです。1回の裏先頭バッターでレフトへヒットを放ちます。続いて3回ツーアウト1塁でツーベースヒット、佐野は4打数2安打の活躍でした。そして昨日タイムリーヒットを打っているアダム・ジョーンズです。今日は2回の裏ワンアウトランナーなし、見逃しの三振。続いてツーアウトランナーなしの4回の裏、唐川に対してセカンドゴロ、今日はノーヒット、途中交代しています。そして安田のバッティングいきましょうか。マリンズです。去年の後半戦の4番バッター、1回の表ツーアウトランナー2塁3塁ファーストゴロ、チャンス1本出ませんでした。続いて4回の表、ここもチャンス、ワンアウトランナー2塁、チャーゴロ、山崎福也が投げ勝ちました。6回の表ツーアウトランナー1塁でまたランナー置いていましたが、能見の前に空振り三振、今日は安田ノーヒットに終わっています。というところで今日のハイライトをお届けしました。